普通にうまいんですよ。この辺は
別にそのディスるわけじゃないんですけど、本当九州はやっぱもうこのレベルでスーパー出るんだみたいなのは結構考えますね。すみません、生で私も生でいや、山口も魚美味しいですよ。そうなんですか。甲府市ってどこやったんですか。いや、ただ高級の魚は関東だけです。フグは山口県、ね、山口県取れるんですけど、大阪の方に大阪、そう、だけど一番食べるのは大阪。あ、そうですよね。大阪が安いんですよ。あ、そうですよね。食べてるフグは下関です。あ、そう、そうなんですよ。だけど結局ちょっと高いところに行って山口では、そうですね、そのいや本当は取れる魚美味しいんだけど結局高いフグ売れるから、ね、そう、そうなんですよ。だからね、スーパーで買った時が愕然としましたもんね。でも結構ちょこちょこ行ったりするみたいですよ。やっぱそうやって YouTube に感化されて、うん、嬉しいですね。うん、いや、そういうの嬉しいですね、やっぱしね。食事系はやっぱ重要か。とにかく、うん、俺のあげたベスト5ほとんど食事系なんです。鳥ですよ。鳥です。鳥いいですか。あれいい。完成度高いです。あ、そうですか。うん、あれもう下手したら一番再生いくんですよ。うんうん、あれ伸びてるとは思わなかった。あれが一番いいんじゃないですか。鳥動画の中で。あ、そうですか。鳥動画。わからんもんですね。でも結局だから俺のそのなんか。あれ見たらベスト5はほとんどもう、ね、食事系ばっかりですね。ああ、やっぱそこなんだと思って。でもね、こういうコロナ禍やから、もうちょい中焼いてもらいますか。ああ、そうですね。あ、生をすいません、もう一杯お願いします。これいいですかって。あ、どうぞ。
結構頻繁になくなるみたいな。結構頻繁になくなるみたいな。しかもライターも持ってってるみたいな。100円ライターですよ。それを持っていくんだって思って。俺はそんなところやったんですね。あっちだけ超日本だよ。日本もちろん日本ですよ。でも中国人も多かったですね。しかも女の子ですよ。中国人の女の子、みんなこうやって手を警察官みたいな、こうやって傷がない髪みたいな、銀行長で、でも中国人でも喋るんですよ。それが今の俺らが中国人に教える。中国人正社員、中国人は、いや もちろん、なんか派遣もまたさらに下みたいな。もうわけわかんない。階級社会、階級社会、階級社会、日本は階級社会だった、日本は。で俺らが中国人に教えるんです。で、俺らは、そうです、正社員にいろいろ仕事を言われる。僕はね、1年売っただけでもうフル株になってましたからね。あのもうみんな辞めてきて、俺以外田中隣ですし、田中隣ですし、へぇ、ダメな会社やん。そこすごかったんですよ、一回の、慣れてきてる感じがするんですけどね。1回ぐらいも刺されるんですけど、はい、今シーズンはあのちっちゃいムカデがあの同じ日に多分はっきり分かんないですけど、胸と背中刺してるんですよ。痛い。マジっすか。飛び起きましたね。めちゃくちゃ痛くて痛い痛い痛い。いや俺もう無理っすね。もうムカデ俺見るだけでもダメなんで。僕ムカデ苦手なんですよ。昔顔はわれ寝てる時に顔はわれたことあって、ゾッとしました。いやそうですね。ムカデ、まあ、もちろん好きな人なんてそんなにいないと思うんですけど、
シーズン、今シーズン良かったですね、彼は。もう5、6回、もう10回近く見たんじゃないかな、目撃は。で、刺されたのは2回かな。結構見ますね。落ちしても深く見たかな。もう女が今もうその飯なんか おやつ的なのが欲しいのか腹が減ったのかわかんないですけど、もう一匹の猫はもう完全にもうあの夜中3時か4時ぐらいに飯欲しいんですよ。飯っていうかまああのおやつなんていうか欲しいみたいな。絶対耳をかじってくるんですよ。それで起きるんですよ。で、もうあのコンビニとかに売ってる100円のささみみたいな、すごいささみみたいな手でちょっと手でほぐしてやって、でまた寝るんですよ。